はい、皆さんこんにちは、チョコミントです。今回もビヨンド続きやっていこうと思います。よろしくお願いします。脱出です。脱出していきますよ。こっちだ。はい、ダメだ、急げ、ここから逃げろ。なになになに、やばいですよ。画面がブラブラすぎて誰も死なせたくないな。やばいやばい、うわ、エレベーターはでも危険ですよね、こういう時。再起動することができるかもしれない。まだ間に合うのか。それ振ってる？私に。再起動。うわ、どこだどこだ、こっち？パニックですね、本当に。なんかどこにコールがいるかわかんない。適当になんか前にいる人についていってるんだけど。知ってるよ。なんだと？殺したいマグラス。いや本当に。インフラワールドの最低野郎だったし。ここで。ほんまにお前マジで。お、いいね。いいね。今のちょっとスカッとしましたね。いや今のスカッとしたマジで。お前が。お前がちょっとあんまり汚い言葉使ったらダメだからあれやけど、お前があれだよみたいな。今のよかったよ、今のでちょっと許せるわ。ちょっとでもちょっと邪魔だな、もうここにいるね。あれを塞げばいいんでしょ。分かった、できるんかいな。どうすればいいんだろう。こっちから入る感じですかね。違う、どうにもできない。じゃない、みんなの前に逃げよう。待てよ、もう一つ方法がある。なになに、方法教えて。やっぱこっちかい。急げ、時間がない。何してるの。コールは危ないよ。コンデンサーにたどり着いて自動で自爆システムを起動するまでは身を守れる。裂け目を閉じる最後の切り札だ。危ないよ、ポール。これしか残されていない。バカなことを言うな、ポール。ダメでしょ。後の始末は軍に任せればいいだろう。こう、そんなもんは私も行くわ。ジョーディ、当たり前やん。それしかないわ。ポールは死なせたくない。一番死なせたくない、ポールは。早く。死ぬならかっこよくなる。いい感じに3つありましたね。すごいな、すごいな、最近の世界は。こっちかっこよすぎでしょ。あれドラッグさん、ドームの中央にある。誰も行ったことがないから、そこに何があるかはわからない。起動から爆発までどのくらい時間が。システムは全てを遠隔操作できるよう設計された。爆発はそれこそ一瞬で起こる。片道切符。分かった。いやちょっと展開が急すぎてちょっとついていけてないかも。行きましょう。戦闘機って行っちゃうよ。ドアの反対側にある。うようよいるぞ。まだ気づいてない。やるしかない。まったく。本当だろうな。出なきゃインフラワールドで殺されることになる。気づかれないように。待って、どうすればいい？気づかれちゃダメ。みんなやられる。分かった。でもこれどうすればいいの？気づかれないように。ここ
できるんだ。オッケーオッケーオッケー、行くぞ。
兄さん自分で行けばいいんだよ。そんなにも行きたいんだったらもうちょっと人を巻き込むのはやめよう。物騒なもん持ってるし。ダメダメ。やっぱりしそうな気はしたけど。この頃の兄さんを見ると切ないですね。なんか会いたかった、ずっと会いたかったよ。切ない。幸せそうだけど、気持ちもわかるけど、止められるのは君だけだジョディ。なんか悲しいわこのゲーム。ちょっと本当に泣けてくる。探し物を見つけたの。ちょっとマジで化粧落ちちゃう。あーちょっと待ってください。いや本当にね、私ね涙もろいんですよ。本当にびっくりされる。友達とかと映画とか見てたら、えみたいな、ここで泣いてんのみたいな感じで。よし止めるぞ、私は止めるぞ。
アブリル聞いてた時のジョディに戻ってくる。いいか、お前の作り話はもうたくさんだ。ジョディ、今度ばかり許さないぞ。ジョディがどんどん小さくなってる。ちょっと置いてよ。行け。子供を返して。ノーラ、少し落ち着くんだ。子供に会わせて、娘に、息子に。おいおい、どうなってるんだこれは。双子だ。兄の方がへそが、どうしようもなかった。そういうことか、エイデンね。息子に会わせて。エイデンが兄だったんだ。エイデン、双子だからだったのか。私の兄、死産だった。なるほどね。で、これエイデン、エイデンの顔見れる？ずっと一緒だったよね。魂が結ばれてた。あなたのことを愛して憎んで。でも私の一部だった。お別れじゃないよね。絵でいなくなっちゃうの？でも闇っぽいな。生きて、感じて、誰かを愛して、愛してる。年を取る。愛してる。まだやることがたくさんある。こっちは？別の世界、風になって星になり宇宙に。エイデンと愛した人たちと一緒になる。コール、やっぱりしんどったんよ。どうしようこれ。なんか悲しくなってきた。どうしよう。でもどうしようかな。死の方がいっぱい、エイデンもいるし、お母さんもいるけど、でも、ライアン憎いけど、ちょっと、ライアン憎いけど、ちょっと残していくの悲しいな。やばい、ちょっとめっちゃ涙出てきた。どうしたらいい？どうしたらいいですかね、これ。でも、残された方は辛いし、残された方は辛いし、いずれ一緒に向こうに行けるし、生きよう。私は生きる。てか、ゲームでこんなに泣くと思わなかった、本当に。化粧直さなきゃ、後で。出かけるのに、この後。私は生きる。そのうちそっちに行くよ。
丈夫かな。生きてるよ。すごいぶっ飛んでますね、いろいろ。いいね、やっぱりいなくなってる。やっぱりお兄さんだったんだね。やったぞ。そう思うと悲しいな。ヘイデン。何も言えねえ何も言えねえわあ、難しい選択だった。ちょっとちょっと一回ここで止めようと思います。ちょっと暗くなったし、もうちょっとエンディングっぽいですけどね、時間があれなんで。もう泣いちゃいましたちょっと悲しいな。みんなどんな感じなんだろう。動画で見てたらどんな感じなんだろう。またよかったら感想とかコメントとかあったら教えてください。ちょっと一緒に語りましょうはい、じゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。また遊びに来てね。バイバーイ。